こんにちは、ドクター熱血です。宿題もうね、なりふり構わずということで、技属性の3人揃えてきました。で、実はですね、僕1回試してね、やっぱりダメだったんですよ。何がダメだったかっていうと、メンツにね、水着室外を入れて、凍らせてボコボコにしたろうと思ったんだけど、全然ダメージが出なかったんですよね。なので、レベル60だった白いちごをマックスまで上げました。これでいけんじゃねえかなー。言います。狙いは必殺技、月牙を、近距離で当てる。あ、むしろね、これ相方いない方がいいかもしれないんだよな。なんでかっていうと、画面端に寄せやすいから。味方がいると、その味方の方に行っちゃうんで、基本的にはそうすると技が逆に当てづらいかもしれないですよね。まあ、ちょっとなんともって言うんだけど、もうどんどん強攻撃をね、多用して、見づらいんだよな。見づらくないですか、この位置。さあ、1ステージ目はいい感じ。一匹巻き込めてない。強攻撃はいろんなやつに当てていきたい。うん、2段上がる。これで3人、いいんじゃないでしょうか。今んとこは非常にいい流れで、こっから強攻撃、こいつらには温存しといて、次もいいよ。まだ生きてた。あー、一匹当ててない。さあ、ここは、そう、さっきね、ここも、あー、やべ、すげえ食らった。よし、おい、必殺技じゃない。危ねえ。ちょっと
ここで死んでもアホらしいから。あれ、ちょ、え、今自分がどっか、あ、味方が自分かと、味方を自分と間違えた。やっぱそうだわ。これ2発ちゃんと当てられたら倒せたわ。いやー、切れてないだろうな。4分、4分17か。もう一回さあ行きましょう。もう技のフレンドがいなくなっちゃってるんで、グリム状態でいきます。問題はボスをいかに早く倒せるかっていうところだと思うんですよね。で、画面端の月牙を当てたいんだけど、画面端に持っていけるかどうかっていうね。いやー、クリアしたい。いやでもこれ相当シビアだね。ここまではいいよ。うん、3体巻き込んだ。避けられるんだ。うん、いいヒット。あー、何やってんの。あー、待って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 、攻撃2を当てたいけど、弾ギリ。よし、ガードブレイク。で、ここはいいよ、ここはいい、いい、早くもう言えてもない。しまった。そうか、ここで強攻撃3を使うべきだったか。じゃあここで
いいんじゃないの、ここまでは。あとはうまく月牙を当てる。あー待って待って避けて、かっこ悪い。いやまあ作戦はうまくいきましたよね。端っこに寄せて月牙が入って、もっぱつ月牙ってやって避けときゃよかったのに、ちょっとエイヤーって切りかかったら、まあ案の定向こうの必殺技をくらい凍ってしまうみたいな。僕何パターンか試したんですけど、僕ねこれしかクリアできない気がする、この月牙でいくしか。他なんかうまいこと言った人いたらちょっと紹介してほしいですね。で僕も実際にやってみたいと思います。僕の今手持ちで技で一番火力が出るのが白いちごだったんで、白いちごで今やっていました。ちょっと不格好だけどね、死んでっからあそこさって避けてたらかっこよかったんだけどね、しまんないね。まあちゃんと一発で生きてるバージョンはまた今度撮ろうかな。もう疲れちゃったからな。はい、とりあえずは、速さ属性の方もクリアできました。あ、一応手持ちの方でちょっと紹介するね。技だけで一回調べたんですよ、誰持ってるか。でウリはまだ育ってないんで、でペッシュも育ってないってなった時に、まあ、白いちごレベル60だったんですけど、もう無理くり4突して、速攻レベル上げました。この中で一番火力が出るの、まあ試してないから何とも言えないけど、多分ね、いや兄様の必殺よりも全然ね月牙の方が端っこで当たれば強いと思う。テッサイとかよりも単発のダメージはでかかったとしても、やっぱ月牙のダメージは多分誰も超えられないんじゃないかな、技で。はい、そんな感じでちょっと僕の中では白いちご持ってないと4分切るの難しいんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。